今回は僕がお気に入りのダウンジャケットを一挙ご紹介していきたいと思います。どうも皆さんこんにちは、川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、僕がお気に入りのダウンジャケットを全部で4つご紹介していきたいと思います。いきなりもう気温も下がってきてね、僕も慌ててダウンジャケット出したくらいなんですが、皆さんもねダウンジャケット買わなくちゃとか、今年どうしようかなって思われてる方もいらっしゃると思うので、本当はね1個ずつ動画にした方が動画の本数稼げるんでね、僕的にも楽なんですけども、やっぱ皆さんねこう選びたいと思うんでね、僕も視聴者目線で考えた時にやっぱり一気にご紹介した方がいいなと思ったので、主にこちらにあるのがですね、すでに所有してたもので、今年新しく買ったものはないんですけども、どれもすごく気に入っていてね、去年なんかよく着てたダウンジャケットになるので、こちらをご紹介していきたいと思います。それぞれデザインが結構変わってたりとか、サイジングもかなり違くて用途がバラバラになると思うので、ご自身のファッションに合わせたダウンジャケットを見つけることができたら幸いでございます。あとはね、今日は着回しなんかやってるとすごい多分動画の尺30分40分くらいになっちゃうと思うので、今回はご紹介だけにして、今度ねダウンジャケットでルックブック的なものをやって、コーディネートの提案なんかもしたいなっていう風に思ってるので、そちらだけはちょっと動画を分けてご紹介していきたいと思います。はい、っていう感じでね、寒いこの冬をですね、ダウンジャケット1枚で乗り切れるようなそんなアイテムになってますので、ぜひ参考になればと思います。っていう感じで、もう早速ご紹介いきたいと思います。はい、まず一発目はこちら、水沢ダウンですね。まあ、途中でね着ながらご紹介しようと思ってるんですけど、最初はねスペックとかちょっとご紹介できればと思います。でこちらがですね、デサントのアイテムになってまして、そのデサントが誇る水沢ダウンという人気のダウンになっております。スポーティーなウェアを展開するデサントなんですけども、やっぱりねその機能性とか作られ方もすごくこだわりを感じられるダウンになっております。そのデサントがですね、2007年に着る人にとってのダウンジャケットの弱点は何かというところを追求して開発されたウェアがこちらの水沢ダウンになっております。こちらはですね、岩手県にあるデサントアパレル水沢工場で最先端の特殊な技術とノウハウを駆使し、経験豊富な職人の手によって裁断からダウン詰めまで全ての工程を形作られた日本製のダウンジャケットになっております。なのでデサント内でもね、比類なき存在的なポジションになってますね。でその工場の名前から取ったのがこの水沢ダウンで、2008年の誕生以来、これまでのダウンジャケットとは一線を画した機能性を提起し、世界中のファンに支えられ、今も進化し続けているものになります。なのでね、これ買ったのは去年なんですけど、今年もしかしたらもうちょっとアップデートされてるポイントがあるかもしれません。ただ大まかなデザインとか機能性のところは変わってないと思うので、ぜひね参考になればと思います。でね、これやっぱり毎年出るたびにすっごい人気で、完売しちゃう色とかサイズももちろんあるので、早めにゲットした方がいいと思うんですけども、この特徴のところなんですが、従来のダウンジャケットが持つ弱みを克服した高機能高品質っていうところが魅力のポイントになっています。水沢ダウンの中にはハイスペックモデルのこちらがね、マウンテニアっていうものなんですけど、他にもシャトル、アンカー、ストーム、ストレイタム、バリアント R2、マウンテニア HC、クロームのモデルを展開してるんですけども、僕がね持ってるのはこちらマウンテニアという一番ハイスペックのモデルになります。ちょっと着ながらご説明しますね。A few moments later. はい、こんな感じなんですけども、襟の立ちのいい細身のダウンになっています。でこちらがですね、価格がなんと税込みの11万円、かなり高いんですけども、機能性とか国内生産というところを考えると納得の性能と値段になっていると思います。で色は僕はこれブラックで、サイズ展開が SMLOXOXA っていう展開があるんですけども、僕は O っていう XL のサイズを購入しております。なので、ね、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、こんな感じ。僕は175-63kg なんですけども、L でも良かったんですけど、僕手が長いんでそこの部分が不安だったので O のサイズにしております。ただね、肩なんかもそこまで落ちすぎず入りすぎずっていう感じで、本当にねスリムなシルエットになってます。でこちら素材に関してなんですけども、表生地はハイテク素材のダーミザックスマイクロストレッチ加工がされており、保温性が高く防水性、撥水性、防風性に優れてる上に、なんとですね、これ結構特徴的だと思うんですけど、ストレッチがあります。まあそんなに強いストレッチではないんですけども、この肩とか肘とか、あとは前を締めた時の背中とかって結構やっぱ伸びがなくて、ジャストサイズとかこういう風なスリムシルエットで着ちゃうと結構着づらいアイテムが多いと思うんですね。なんですけども、ストレッチが入ってるのですごく動きやすいです。他の部分で言うと、この内側に関してはアクリル 70% ウール 30%、 裏地に関してはポリエステルになっていまして、こちらの内側に関してはメッシュ素材で作られているので、屋外と屋内に移動する温度差にも快適に対応してくれるデザインになっております。ただやっぱりね、電車の中とかだとねかなり暑いと思います。はい、そして中綿に関しては本体がダウン 90% フェザー 10%
フード口、脇身頃、袖下に関してはポリエステル 100% になっております。やっぱりね、着ててね、まあ、どのダウンにも言えることなんですけども、軽いアイテムになっているので、やっぱり快適に過ごせるアイテムだと思います。で、他の機能性のところなんですけども、これ耐水性が2万ミリあります。で、その2万ミリって言われてもよくわかんないと思うんで、参考でね、いろいろ出してみたんですけども、300ミリが小雨に耐えられる耐水性で、2000ミリっていうのが中くらいの雨に耐えられるくらいで、1万ミリっていうのが大雨に耐えられるその数字 で、2万ミリっていうのは嵐に耐えられるとか、あとは一般的なレインコートと同じくらいの耐水性になってます。で、ちなみになんですけども、一般的なナイロン傘の耐水性っていうのは250ミリなので、まあ、傘を使うよりもね、これを着てしまった方が全然いいっていうところがあります。で、さらにですね、ゴアテックス、まあ後ほどご紹介するこちらのノースフェイスとかで使われているものはというとですね、まあ、耐水性4万5千ミリという数値になっているので、まあ、でもね、オーバースペックだと思います。雨の日にわざわざダウン着て出かける人ってなかなかいないと思いますので、まあ、そこら辺はね、参考数値として、着ていていきなり降られちゃったりとかしても大丈夫だよっていう感じですね。はい。そしてこのマウンテニアの優れてる点なんですけども、従来のキルトステッチのダウンジャケットは、その縫い目とかからですね、水が浸水して羽毛が濡れてしまう、まあ、そういったことがあるんですけども、まあ、そうなってしまうと保温性が低下してしまうことが結構難点だったんですね。ですが、この水沢ダウンはこう熱接着ノンキルト加工で縫い目をなくして、袖などの縫製が必要な箇所はシームテープ加工しているため、水が浸入しにくく保温性を保つことが可能になっています。だからね、こういったところステッチがないんですよ。内側でね、なんか止まってるなーみたいな感じはするんですけども、縫い目がないデザインになってます。なので水が浸入しにくいってところすごいですね。あとですね、この分かりづらいんですけど、フード、すごい普通にフードついてるなと思うと思うんですけども、こちらはね、雨や雪などの悪天候下での着用も考慮しているらしくて、フードにこの水とか雪だまりができてるじゃないですか。このフードの溜まってるところに水がいきなり入ってて、かぶったらバシャンみたいな。で、そういったことを防ぐためにパラフードシステムを採用してるので、ここ今閉めてるんでね、フード開かないんですよ。なんでね、デザインフードみたいな状態になってるんですけど、もちろんね、こちらはね、ジップがついてるので、そのジップを外してあげると普通のフードの方になります。まあ、そんなシステムになっています。他の部分で言うと、体温調整が可能なベンチレーションシステムがありまして、まあ、ここら辺ですね、脇の下にこの止水ジップがあると思うんですけど、ここを開けるとね、体温調整をしやすいというものになってます。なので、僕これ着て電車乗るときとか、大体ここ開けますね。で、ここからね、体温で温められてここら辺の空気が逃げてくれるので、まあ、湿気とかも逃げてくれるので、すごく快適に過ごせます。はい。他にはですね、使われてるジップとかはね、やっぱり止水ジップが使われていたりとかするので、そのジップから雨水とか入ることも防いでくれるデザインになっています。で、ね、他にもいろいろあるんですけども、まあ、ざっくり言っていきますと、パウダーガードがついています。裾の下のところにこのゴムでね、伸びるような素材がついてるんですけども、ここをね、締めてあげるとパウダーガードになるので、こうなんだろう、この水沢ダウンでスノボしてる僕の友人なんかもいるんですけども、転んだ時だったりとかにもね、こういう風にかなり密着してくれるので、風だったりとか雪の侵入を防いでくれるようなシステムもついております。あとね、結構面白いのが、このポケットの中にですね、ドローコード、見えるかな、これ。ドローコードがついてるので、普通だとね、ダウンジャケットって裾の下の方にドローコードがあって、下をキュッと締めると思うんですけども、このポケットの中にあって、そこで裾の部分をね、調節することもできるので、手を出すことなくシルエットの調整ができるよっていう、本当にその防寒対策とか機能性のところに重点を置いたダウンジャケットになってます。でね、他のダウンジャケット、今からご紹介するやつもそうなんですけども、世間一般的なダウンジャケットと比べても、かなり細身なデザインになっていて、なんだろう、ダウン量が結構少なくなっていても、耐水性と保温性の高い作りになっているため、まあ、その細身のデザインを美しい状態で再現できているっていうものになっております。僕みたいに普通にシティユースで使われる方ももちろん、ビジネスシーンとかでも使えると思います。はい。まあ、そんなダウンになっております。はい。次に2着目いきたいと思います。ちょっと思いのほかね、1着ご紹介しただけでかなりの時間いっちゃったんで、マジでサクサクいきたいと思います。こちらがですね、ノースフェイスのヌプシジャケットになります。1992年の登場から1990年代のノースフェイスを代表する伝統的なアイテムとも言えると思います。で、これね、海外限定のサイズ感のものなんかもあるんですけども、今回はね、国内で購入した現行のアイテムになっておりますので、ボリューム感とかシルエット的にもね、海外のものよりもちょっと抑え気味のアイテムになってます。エレベスト西南に連なるヒマラヤ山脈の標高7861メートルの山ヌプツェっていうのが由来になってます。で、価格はね、3万5200円になっていて、こうノベルティシリーズとかいうちょっと迷彩のやつとか、そういったものだと値段が上がってたりとか、あとはなんだろう、シュプリームとかとコラボするととんでもない高い値段になるんですけども、まあ、ダウンジャケットの中だとかなりね、コスパがいいアイテムだと僕は思います。はい。で、カラー展開もね、毎年いろいろ出てるんですけども、僕が購入したのはやっぱりブラック、使いやすいんでね。で、サイズ展開に関しては SML、XL、WXL っていう
ていうふうにあるんですけども、僕は XL のサイズを着用しています。これも着ながらご説明しちゃいましょうか。他のノースフェイスのダウンジャケットも何個もね着用したことあるんですけども、その中でも結構ちっちゃめのデザインだと思います。こんな感じですね。これでもねオーバーサイジングとは言えないくらいのね、多分ジャストサイズくらいのシルエットだと思いますね。はい、でこちらがですね1990年代当時の仕様や素材はそのままに、サイズ感を現代版にアジャストしているそうです。昔はね僕のイメージだとストリート系のファッションとかでね、やっぱりこうダボっとした洋服に合わせられている方がいてかなりかっこいいイメージがあったんですけども、その後ねアメカジのファッションとか古着に合わせてたりとかする人たちもいて、まあ、そんな感じでサイズに関してもね時代に合わせてアジャストされているようなアイテムになってます。はい、でやっぱこのダウンで気になるところはね、その仕様とか機能面のところなので、ここはちょっと長くなっちゃうと思うんですけども、この中綿、こちらに関しては環境に配慮したリサイクルダウンを中綿に使用しているそうです。これもねやっぱり軽いですね、すごい。でこの表生地に関しては強度がかなりあって、50デニールのリップストップナイロンというものが使われてまして、撥水加工をさらに施されているものになっています。そのリップストップナイロンって何、デニールって何って思われる方いると思うんですけども、リップストップっていうのがその裂けるのを防止する、ちょっとねこう引っ掛けちゃっても裂けないような、なんだろう格子状にねこのナイロンがなってるんですよ、よく見ると。あとはデニールっていうのが強度の参考値になっていまして、まあ、他で言うとねこのバルトロは30、あとはねこうノースフェイスで有名なのアンタークティカパーカーなんか140なので、ね、バルトロよりも表生地は強いのが結構びっくりしました。価格はねバルトロとかよりも全然安いんですけども、強度的には高いそうです。もちろんね素材的にはゴアテックスの素材ではなく撥水加工になっているので、少し機能面は劣る部分はあるんですが、まあ、こういったナイロンのジャケットはね引っ掛けて破いたりすることがあると思うので、まあ、強い生地に加えてそのリップストップナイロンっていうのが使われているっていうのがね機能面も高くコスパがいいポイントだと思います。はい、他の部分で言うとここがねスタンドカラーになってるんですけども、ここの後ろ側、ここにマジックテープがありまして、それをほどいて出してあげるとフードが出てくるので、ビルドインフード仕様になっています。まあ、僕はほとんど使うことないのでおまけ程度に考えておいた方がいいと思います。ボリューム感もそこまでないので、こう出して着るよりも僕はこのまま着用した方がかっこいいなっていうふうに思いますね。はい、あとはですねすごくシンプルな設計になってまして、袖のところはこのベルクロの仕様になってるんで、まあ、こういったところでのシルエット調整や、もちろん裾のところにねドローコードもついてますので、下からの風の侵入等も抑えてくれるし、サイズやシルエット感の調整もできるようなものになってます。でやっぱりねこのヌプシジャケットなんですけども、バルトロとかよりもちっちゃいデザインになってるんですけども、ダウンのボリューム感はねかなりすごいです。モッコモコっていう感じなので、着膨れには注意した方がいいので、サイズ選びとか、合わせるもの、その人のファッションによってね結構変わってくると思うので、ここは注意した方がいいかなっていうふうに思います。結構ボリューム出ちゃうので靴とかでねバランス取る方が僕は楽だと思います。でデザイン的にはすごくシンプルで、この刺繍のロゴなんかがねワンポイントポンってあるくらいなので、先ほどもお伝えした通りアメカジとかストリート寄りのファッションがやっぱり僕は合わせやすいと思います。で着心地あったかさっていうところなんですけども、やっぱりダウンなんでねめちゃくちゃ軽いし着やすいしあったかい。こうタウンユースであれば僕は中にロンティーとかで過ごしてしまってるくらいですね。でストレッチ性とかは全くないので、こうサイズミスってねジャストサイズとかタイトに着てしまうと突っ張ってね疲れちゃうこともあると思うので、そこら辺は注意した方がいいと思います。で僕が合わせるもので言うと、やっぱりパンツに関してはストレートの太めのデニムとか、あとはディッキーズのようなワークパンツとか、そういったものが相性とても良かったです。なのでこちらのダウンがねおすすめの人っていうのはね、フード付きのダウンが苦手、こうなんだろうちょっと可愛さが出ちゃうと思うので、まあ、そういったものが苦手な方であったりとか、コスパのいい5万円以下のダウンを探している方、アメカジやストリートファッション寄りのねアイテムをお持ちの方だとすごく使いやすいアイテムだと思うので、特におすすめになっています。これが2着目。はい、ということでもう多分見てる皆さんも疲れてきたと思うんですけども、まあ一回ね切って、また明日見てもらうでも構いませんっていう感じで3着目いきたいと思います。こちらエクワックスになります。あのエクワックスって何っていう人もいると思うんですけども、エクステンデッドコールドウェザークロージングシステムの略で、1980年代後半に米軍において正式採用された極寒冷気候向けのレイヤリングシステムのことを指します。こう拡張式寒冷地被覆システムとも呼ばれていて、架線のインナーやライナーを稼働地域の気候に合わせて組み替えるシステムになっており、現在はこうレベル1からレベル7の組み合わせにより様々な気候に対応できる画期的なシステムになっています。でこれに関してはね世代みたいのがありまして、こう第1世代第2世代第3世代っていう風にあって、これは第3世代のものになってまして、年代によって世代が変わってるアイテムになります。これは第3世代のもので、保護戦闘服を参考にしレベルという分類をした上半身7種類と下半身5種類を組み合わせたシステムになっているうちのレベル7のジャケットになっています。アウトドアウェアの機能を取り入れたアメリカ軍の戦闘服になっているので、機能的にもかなり優れております。
でね、こちらのジャケットの紹介していくんですけども、先ほどもお伝えした通り、これは第3世代のレベル7のジャケットになっておりまして、摂氏マイナス18度から摂氏マイナス46度まで対応できる仕様になっているそうです。まあ、そんなところ日本だと北海道の本当に北の方でもね、なかなか珍しいと思うんで、まあ、東京に住んでたらね、かなりオーバースペックです。なので僕はこれ着るときね、着ても中にスウェットとかで、電車の中とか脱いでるくらいでしたね。で、中綿に関してね、こちらはね、ダウンではなくてプリマロフトっていう人工羽毛が採用されておりまして、羽毛を使ったダウンの暖かさを上回るほどの保温性と機能性があります。そのプリマロフトっていうのは撥水性にも優れているため、水洗いもできるっていうのが結構ね、特徴的です。なので自分家のね、洗濯機とかでポーンって洗っちゃってもまあ問題ないと思います。僕は洗いました。ただね、やっぱ洗濯機によってのスペックの違いとかもあると思うので、まあ傷ついちゃったりとかね、表面破れちゃったりとかしてもね、僕は責任取れないので、個人個人でね、やってください。はい、まあ、あとはデザイン的な特徴のところなんですけども、すごくシンプルです。こういう風にね、のっぺりとワントーンになっていまして、この胸のところにマジックテープのようなものがついてるんですけども、これはね、階級章とかネームをつけるためのものになっていまして、古着屋さんによってはね、ここついてるものなんかもありますね。で、袖に関してはこれラグランスリーブになっているので、この腕の肩の部分にもね、しっかりとプリマロフトが詰まってて、かなりね、動きやすい仕様になってます。僕は結構ね、ラグラン最近好きなのでね、今年もこれ着用していくと思います。はい、これも着ながらご説明していこうと思うんですけども、はい、まあ、こんな感じで超でかいんですよ。もうお尻全部隠れるくらいの大きさで僕は着用してるんですけど、こんな感じ。これね、よくサイズ聞かれるんですけど、エクストララージレギュラーっていうものを僕は着用してますね。これはね、高円寺の古着屋さんで、僕が好きなキューバっていうところがあるんですけども、そこで購入しました。今年ももしかしたら入荷するんじゃないですかね。はい、こんな感じでね、まあ、シルエット調整のドローコードがこのポケットの中についてたりとか、こういったところもね、機能性高いと思いますし、あとこのフードのところ、さっきのヌプシジャケットみたいな感じでスタンドカラーになってるんですけども、フードが収納されているので、まあ、出し入れもできるよってところなんですけど、僕は出すことはほぼないです。ほぼないというか一度もないです。であとね、面白いのはこの内側にね、スーパーでかいメッシュポケットがあるんですよ。こんな大きくてね、 iPad くらい入るサイズになってるんですけど、これもね、結構使えるのは収納力が申し分ないダウンジャケットになっています。このジャケットで一番出回ってるカラーっていうのはグレーだと思うんですけども、他にはベージュブラウンとかコヨーテとか、あとはねブラックなんかもあります。で、なんか色によっていろいろ意味というか使用用途が分かれているみたいで、コヨーテは米軍海兵隊に支給されたものでハッピースーツって呼ばれてたりとか、ブラックはね、軍への納入品ではなくシカゴ警察が着ることを想定して作られたと言われています。で、ね、このカラーは結構珍しいらしいです。僕はね、こんな感じでダウンジャケットほぼほぼ黒だったので、こういう風なカーキのカラーがいいなって思ってこちらにしたっていう感じですね。購入した時、僕はね、これ古着屋さんでね、購入したので価格が3万円くらいでしたね。かなり大きいサイズなので、今はね、やっぱり持ってるトップスなんかほとんどオーバーサイジングのものとか、やや大きいリラックスフィットのものがほとんどなので、そういったものを着用するときにすごく便利です。レイヤードしやすいってところがあるので、まあ、中にね、シャツとか着るときにもこれを愛用しております。はい。まあ、そんな感じで、ちょっとトレンド感もあるのかな？まあ、そんな感じのちょっと大きめのダウンになってるんですが、あったかさこれ半端ないので、結構ね、去年の冬の最後ら辺なんかこればっか着てましたね。はい。そんなダウンでございます。はい。そしてやっとラスト。もう、ごめんなさいね。長くて。で、こちらがですね、ノースフェイスのカスタムのバルトロになります。でね、バルトロ自体やっぱすごく有名ですし、着てる人も多いし、毎年超人気でね、抽選とかになってると思うんですけども、その普通のバルトロではなく、僕はカスタムしたバルトロを愛用してます。昔はね、普通に黒のステッチのものとか、あと迷彩なんかも持ってたんですけども、見事に後輩に取られたので、今残ってるバルトロはこちらだけになっております。で、カスタムバルトロってね、去年も動画にしてるんでね、そっちの動画見た方がわかりやすいと思うんですけども、僕は渋谷パルコ内にあるザ・ノースフェイスラボっていうところでカスタマイズできるサービスの141カスタムズっていうものをしました。こうどうしてもね、バルトロ購入したい人にも結構おすすめなんですけども、なんだろう、やっぱ今年も抽選になると思うんですね。っていうかもうなってんのかな、ちょっと各ね発売日とか僕今年はチェックしてなかったのであれなんですけども、そういったもので買い逃しちゃったって人に関してはね、結構おすすめできます。カスタムでね、申し込めば待つ日数とかそういったものはかかるんですけども、確実にゲットできるので、まあ、あえてね、カスタムでこんなにシンプルなカスタムする人いないと思うんですけども、僕がしたのは黒ステッチで、他のねギミックに関しても全部黒にしてるんですね。ボタンに関してだけちょっとアンティークシルバーみたいな感じにして、すごくシンプルにしたんですけど、色もね結構変えられたりとか、サイズも変えられるものになっているので、まあ、そんな感じで自分だけの一着を作れるサービスになっています。で、141カスタムとはっていうところを軽くご紹介すると、 3D スキャンシステムを用いたウェアカスタマイズサービスになってまして、ノースフェイスのアイテムを 3D スキャンシステムで得たその体型のデータを元に、一人一人に合わせてノ
のスペースのウェアをサイズとカラーそれぞれねカスタムできるようになっています。だから僕はねサイズの方のカスタムはしなかったんですけども、もしねサイズのカスタムする人はなんだろう、なんかゾゾスーツみたいな感じでこう撮る部屋みたいなのがあるんですけど、そこでねスキャンしてもらって実際にこうパソコン上でこう合わせてもらえるっていうものがあるんです。すっごいハイテクでした。でね、そのパソコン上でいろいろその店員さんがカウンセリングをしてくれて、こう主素材、副素材、裏地、ファスナー、ボタン、ロゴなんかを決定できました。で金額のところなんですけども、これやっぱね高いんですよ。ちょっとサイズのカスタマイズだけだと88,000円で、カラーのカスタマイズだけだと99,000円で、両方カスタムすると110,000円、まあ、そんな感じでちょっとお高くなってしまいます。普通のバルトロがね 59,400円くらいで売ってると思うので、やっぱそう考えるとね倍近くのお値段かかっちゃうんですけども、やっぱね思い入れとかが変わってくるっていうところと、あとは国内工場でこのバルトロを一着一着作ってくれるみたいなので、もうそこもね僕的には惹かれてしまうポイントでした。で注文から出来上がるまでの期間っていうのはデザイン作成から1ヶ月程度の日程で完成がするので、今から作ってももう真冬にはねギリギリ間に合うかなっていうところなんですが、そのねカスタムのカウンセリングとかに関しても予約制になってるので、気になる方はねなるべく早めに予約した方がいいと思います。まあ、メリットだったりとかデメリットをね簡単にご説明していくと、まあ、珍しい日本製だよっていうところだったりとか、まあ、必ず手に入る、あとはオリジナル1着を作れるっていうところはやっぱりメリットだと思います。ただデメリットとしては定価が高いとかね、時間がかかるっていうところですかね。予約してから1ヶ月ほどかかってしまうので、こうなんだろう、12月とか1月に頼んでしまうと真冬のシーズンを逃してしまうっていうところもあると思います。あとはバルトロっていうところだとね、人と被りやすくてねあんまり着用したくないっていう声もいろいろ聞くんですけども、まあ僕はあんま気にしないのでね、この圧倒的な防寒性っていうところがかなり強いと思いますので、そこはね僕的にはおすすめできるポイントだと思います。これも着用してみましょうか。で僕これカスタムしたのはカラーだけで、サイジングに関しては現行と変わらない L サイズになっておりますので、サイズ感なんかもね参考になればと思います。はい、こんな感じ、これで L サイズ。裾に関してはちょっと T シャツが出るくらいでね、僕この感じが好きなので特にサイズのカスタムする必要なかったので L にしてますね。袖に関してもこんな感じ。やっぱりね中にダウンがパンパンに詰まってるので、保温性とかね暖かさのところはもちろんいいですし、軽さ動きやすさのところも抜群でございます。で前を締めてあげるとこれくらいまで来るので、こう真冬でもね僕よくあるあるなんですけども、ロンティーとか半袖の T シャツでねこうダウンだけ着て出かけるっていうのはすごく多かったので、ズボラ男子の方にもおすすめだと思います。結構気に入って人と被らないし、なんだろうバルトロ着てるみたいな感じで見られることあるんですけど、その時になんかやっぱりね刺繍のとことか見られてるなと思うんですよ。黒、何それみたいな感じで見られることもありますし、一回声かけられたこともありますね。それどこで買いました、別注ですかみたいなこと言われたんですけど、まあそんな感じでね、まあ、自分なりのものを作れるとか、あと保温性とか機能性、デザイン性もねシンプルになってるし機能性も高いっていうものになってるので、やっぱり一着持っておくと僕は便利だと思います。ヌプシ同様ストリート寄りのファッションとかメカジにも合いますし、僕が好きなテイストのファッションとも組み合わせはしやすいので、そういったところで重宝してます。はい、っていう感じで今回はねダウンジャケット4つご紹介したんで、結構長い動画になっちゃってると思うんですけど、すいません。あとはねこう去年にね一個一個紹介した動画があるので、それ一応概要欄に載せておきますので、よかったらご覧いただければと思います。もうかなり寒くなってきちゃってね、慌ててダウンを探し始めてる方もいらっしゃると思うので、中にはね完売しちゃってるとかサイズ掛け色掛けしてるものも出てきてるとは思うんですが、参考になればと思います。あとはダウンジャケットあるあるじゃないんですけども、完売しちゃってて諦めちゃうことあると思うんですけど、スポーツショップとかアウトドア系のその登山系のお店とか行くと結構あったりとかするので、気になる方はねそういった感じのお店でね探してみるといいと思います。僕もねそういう風なやり方で今まで購入したこと何回もあるんで、うわもうないや諦めようと思ったけど、帰りにここやってみようと思ってアウトドアショップ行ったら意外に全サイズあるみたいな、そんなこともあるのでね、諦めずに探してみるのはありだと思います。あとはそのどこで取り扱いあるかなとか、どこで入荷してるかなって調べるときには、結構なんだろう Google で調べるよりも僕 Twitter の方が早いと思います。なんだ Google ってやっぱ SEO でね上がってきづらいとかいろいろあると思うんですよ、そのリアルタイム系だと。ただやっぱ Twitter だとリアルタイムの検索もしやすい部分があるので、まあ、そういったところがね活用できればかなり便利だと思いますので、よかったら参考にしてみてください。はい、っていう感じで、まあ今回着回ししてないんですけども、もうちょっと経ったらねダウンジャケットやルックブック的なことをやっていこうと思いますので、やっぱり気になるのが着こなしとかコーディネートどうしようってところもあると思うんですね。ダウンジャケットだとやっぱり黒とかも多いし、コーディネートが一辺倒になってしまうこともあると思うので、まあ僕もそうなんですけどね、なるべくいろんなバリエーションを組んでルックブック作っていければと思ってますので、よかったら今度の動画も見てみてください。はい、っていう感じで今回の動画は良かった、参考になったとありました、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。